今日もおんぶと共に歩んでいこう。お、新しい農場ができているな。そして植えられているのは、トマトか。みんな大好きトマト。なお、私はトマトは好きだがミニトマトは嫌いだ。なんでだよ。ちなみにトマトは暑さに強い作物という説明だったけど、実際には寒さに弱い作物って感じ。適温と暑い環境でしか成長しないぜ。暑さに強いなら猛暑にも耐えて欲しかったね。それでトマトももちろん料理できるよ。この調理場ではトマトを焼きトマトにしているのか。卵と一緒に炒めたトマトがうまいから、焼いたトマトもうまいに決まってる。そうかな。そうかも。とにかく、村の食事のレパートリーにまた新しい料理が加わったね。村人から生活の不満が出ることは今後ないだろうな。それと前回から2ヶ月以上の月日が流れたよ。その間に研究をかなり進めておいたぜ。残る研究は5つだけという状態だよ。村の人口も88人まで増加。目標の100人まであと少しというところまで来たよ。残り12人が集まるまで、研究を終えて新しく作れるようになった施設でも見ていこうか。まずは育樹園という施設を建設するよ。育樹園は母樹から苗木を収穫する施設だぜ。母樹っていうのは葉がやや君が買った木だよ。育樹園の周りに母樹がたくさんあれば効率が上がるみたいだな。ここなんてぴったりじゃないの。じゃあ建設指示を出しておくぜ。育樹園が完成したぜ。木が邪魔で全体が見えないよ。まあ仕方ない。で、この育樹園、木を育てるという名前なのにやることは苗木の収穫だけだ。木を育てないのか。収穫された苗を育てるのは、植林場という施設の仕事だぜ。こいつが植林場だ。これを建設しないと、育樹園はあまり意味のない施設になるわけだね。おう、植林場も建設するぜ。場所はここでいいか。苗木も草原でしか育てられないようだし。ほい、サクッと完成だぜ。ここで植林をするんだね。まず畑と同じように植林をする範囲を指定するぜ。左側にまとまった植林地を確保しておこうか。おう、そうだな。とりあえずこの4列を範囲に指定するか。植林場の作業員が開墾してくれている間に、育樹園の様子でも見ておこう。もう運営しているかな。お、見てみろ霊夢。育樹園の職員が苗木を採集しているぜ。母樹の下でゴソゴソしているね。育樹園の職員が苗木を運んでいるぜ。きっと植林場まで持って行ってるんだね。植林場まで運び終えたな。あとはここの職員の仕事だぜ。早く植えてくれないかな。植林場の職員が苗木を植え始めたぜ。本当だ。あ、スコップを使って地面を掘っているね。耕作と違って地面の深いところに苗木を植えるんだな。お、ちゃんと苗木が植えられたね。苗木は普通の木と同じく、水をやらなくても勝手に成長していくようだな。だけど、施肥することで通常よりも早く木を成長させることもできるみたい。おや、そこの作業員、木を切ってるな。あれ、別にそこに伐採の指示は出してないんだけどね。今度は隣の木を切り始めたぜ。一体どうなっているんだ。ああ、そういうことか。え、マリサは買ったの。あの作業員は植林場の職員で、植林場の範囲内にある木を伐採しているんだよ。植林場は伐採場も兼ねていたのか。まあ成長した木を伐採する必要があるからな。まあとにかく、これで未来永劫木材が安定して生産できるようになったね。だがぶっちゃけるともう木材の需要はほぼないんだがな。それもそうか。木材に燃料とかの別の用途があれば、この植林場ももっとありがたい施設になると思うぜ。おんぶが砂漠地帯に入ったよ。灼熱の砂地、できるだけ早く通り過ぎた方がいいでしょう。え、なにこれ、今までにないアナウンスだ。うわ、おんぶが超高温の砂の上を歩いているぜ。そのせいでおんぶの体力が減っている。本当だ、ちょっとダメージを受けているよ。それにこの砂地の上にいるときは、気候が猛暑扱いになって作物の育成が止まるみたいだ。村の生活にも影響があるのか。おんぶには早くこの場所から出て行ってもらおう。ふう、無事に灼熱の砂地を抜けたよ。お、ここにおんぶの寝床があるな。おんぶの体力が減ってしまったが、寝ることでそれを回復させることができるんだぜ。へえ、ならちょうどいいね。おんぶも眠たいみたいだし、ここで体力を回復してもらおう。しっかり休んでくれ、おんぶ。再び歩き出したおんぶだが、また灼熱の砂地に侵入しちまったぜ。おんぶの体力がみるみる減っている。
砂地から抜けたが、オンブの体力が 67% になっちまったぜ。この砂漠地帯を横断するのに3割の体力を持っていかれたのか。さっきも言った通り寝れば回復するんだが、今回はちょっとオンブを治してやろう。オンブ診療所は毒の治療だけでなく、傷の治療もできるんだ。薬草を30個も消費するが、オンブの体力を 20% 回復させられるぜ。薬草30で体力 20% 回復。なんか効率悪い気がするね。私もそう思うぜ。村が十分発展した今では薬草の在庫が何百個もあって気軽に治療ができるが、これが物資に乏しい序盤や中盤だと、オンブの傷の治療をためらうな。薬草は基本、毒の治療に使うからねー。おっと、話をしている間に診療所の職員がオンブの治療をしてくれたぜ。オンブの体力が 87% まで回復したよ。あとはオンブの睡眠だけでも十分そうだな。灼熱の砂地、注意すべき自然の猛威だね。さて、砂漠を越えたことだし、次はこれを立ててみようか。血液抽出器、オンブの心臓から鼓動の度に自動的に血液を抽出します。オンブの空腹度が若干増加し、健康状態と信頼度が若干低下します。あ、なんだこのオンブに厳しい施設は。それにオンブの血液って何に使うのさ。食事や薬の材料になるぜ。いらない気がするけどな。まあ正直いらんが、こんなこともできるんだって紹介だな。で、この血液抽出器、建設できる場所がかなり限られているな。右上の土地の方にしか建てられないみたいだね。まあ私たちも採血の時、腕からしか血を抜かれないから同じようなもんだな。ここら辺に建設しておくか。この施設が完成した時、オンブは一体どうなってしまうのか。完成したぜ。これでオンブが鼓動をするたびに血液が吸い上げられるぜ。うわ、緑色の液体が出てきているよ。それがオンブの血液だぜ。あ、オンブの体力がちょっと減ってるよ。どうやら1回の抽出で体力が 1% 減るみたいだ。つまり100回抽出したらオンブが死んじゃうってこと。まあ睡眠も挟むだろうから、単純に100回ってわけじゃないだろうが、着実にオンブの体力を蝕む施設だな。こんな非オンブ動的な建物、さっさと機能停止にしちゃいなよ。まあまあ、オンブの血液が活用されるところまで見てみようじゃないか。今完成した調理場では、オンブの血液を使ってブラッドソーセージを作ってもらうぜ。ブラッドソーセージは家畜の血液をソーセージにしたものだね。まあ血液以外のものも腸詰めにしているがな。聞いたことはあるけど実物を見たことはないな。今回それを振る舞ってやるぜ。食べるのは村人たちだよ。調理場でブラッドソーセージが調理されているぜ。あ、料理人がブラッドソーセージを持って出てきたよ。形的にブラッドソーセージというよりもブラッドプディングって感じだな。確かにプリンみたいな形をしていたね。それからブラッドソーセージの調理場には、次々に人がやってきたぜ。行列のできるブラッドソーセージ屋になってしまう。村人たちが動物性タンパク質に飢えていたことがよくわかるな。このままでは獣神に目覚めた村人がオンブを食い尽くしてしまう。というわけで血液抽出器は停止させるよ。私たちは食料に困っているわけではないし、オンブの体力を回復させるための薬草ももったいないしな。オンブは友達、その友達を傷つけるようなことはしないよ。オンブ村もバチカンをしのぐ立派な都市に成長した。サイズはバチカンと同じくらいでも、建物の質は向こうのが上だろ。まあとにかく、大きくなって住民たちの移動が大変になっている。そこで道を新しくしようと思うよ。今は土の道を敷いているけど、これを石の道に作り直す。石の道は石板を一つ消費して作れるぜ。とりあえず、農地の北側を試作的に石の道にしようか。石の道が完成しているが、どんな感じだ。ちょっと様子を見てみようか。土の道との明確な差異というものが見られなかったよ。道がない場所と比べると圧倒的に速いというのはわかるんだがな。これは、全部の道を石の道にする必要性が感じられませんね。石の道は石板を消費するし、なんか土の道でも十分って感じがするぜ。石の道の敷設は住民たちがよく通るところだけに留めておこうか。霊夢、100人の村を目指すために開拓者を集めていたら、人口が98人になったぜ。おお、あと少しで目標の100人になるじゃないか。もう一つの遠征隊を集落に向かわせている。だからもう人口100人達成は目前だぜ。やったぜ。霊夢、その遠征隊から報告だ。
私たちの仲間になりたいという開拓団を発見したそうだ。もちろん迎えるよ。5人の人々が仲間に加わり、オンブ村の人口は100人を突破したぜ。長かった。ここまで本当に長かった。ところでオンブの様子はどう？ああ、何の変わりもないぜ。さすがオンブだね。これだけの人数を乗せても平気だなんて。やっぱり、オンブ。100人乗っても、大丈夫。誰なんだよそれ！バカバカしい！村人も100人になったことだし、記念碑を建てたいところだが、まだ紹介したい施設があるから先にそっちを済ませよう。なんだこれは？これは実験ラボ。オンブの血液から水を生成できるほか、オンブ用の薬をいろいろ生産できるんだぜ。他の施設と比べると随分経路が違うね。実験ラボを使ってオンブ用鎮痛剤を作ってみようと思う。オンブ用鎮痛剤。オンブの体力を回復させ、一定時間オンブの体力を減りにくくする薬だぜ。材料はオンブの血液だから、さっきの抽出器を稼働させれば原料を得られる。またオンブを傷つける気か？まあ待て、ちょっと確認しておきたいんだ。オンブの血液を採取するとオンブの体力が減る。しかし、オンブの血液から作れるオンブ用鎮痛剤には、体力を回復させ、さらに体力を減りにくくさせる効果がある。ひょっとしたら鎮痛剤を投与すれば、オンブが体力を減らさずに血液を集められるんじゃないか。むむむ、言われてみれば？というわけで検証を開始するぜ。まずはオンブ用の薬を投与する注射器を建設。これがないと薬があっても意味ないのか。オンブ用鎮痛剤がセットされたから、早速投与してみるぜ。注射器の隣に代謝が動き出したね。これでオンブに鎮痛剤が投与され始めたぜ。オンブの体力がどう変化するのか要チェックだ。あ、オンブの体力が回復したよ。同時にダメージ軽減の効果を獲得したぜ。でも回復量はいまいちかも。鎮痛剤はオンブの血液からどんどん作れるから、在庫が枯れる心配はない。続けて投与していこうぜ。その後オンブに鎮痛剤を使い続けたら、オンブの体力は高い水準を保ってくれたよ。調理場でも再びブラッドソーセージを作れるようになっている。だが、やはりオンブの血液を抽出するのは中止にしようと思う。オンブの体力に懸念がなくても、オンブとの信頼関係に悪影響なのは変わりない。私たちは今までオンブと信頼関係を築けてきたからここまで生き延びてこれたんだ。それをわざわざ壊す必要なんて、ない。まあ確かに、オンブが私たちの言うことを聞いてくれたから、危険な時を避けてこれた。オンブとの信頼は今後も大切にしていきたいね。というわけでこの地下採石場も必要ないな。何これ？これはオンブの背中に穴を開けて、石を無限に採掘できる採掘場だ。尿管結石でも取ってるのかな？だが石が取れる反面、オンブとの信頼が下がってしまうのだ。それは良くない。まあそれに、石が無限に取れるって言っても、石は常に消費する資源じゃないし、一時的に在庫が枯渇しても村にはノーダメージなんだよな。それに石は遠征隊が取ってきてくれているし、この地下採石場はただただオンブの起源を損ねる施設にしかなってないね。というわけで炭鉱閉鎖。地下採石場、お前何しに出てきたんだ。さて、新しい施設も一通り見せて、村人も100人になったことだし、ついに建設するか、私たちとオンブの記念碑を。おお、待ってました。建設場所はここにしとくか。たくさんの住民が資材を運んできているぜ。前から思ってたけど、運搬する住民の姿って、サザエさんみたいだね。頭上に手をやる騎士官の正体はこれか。さて、資材を運び終えて建設が始まったぜ。ものすごい数の作業員が建設に参加しているよ。お、もうできそうだな。これは素晴らしい。お、長老が出てきたぜ。よくやった。この記念碑が何世代にもわたって決して諦めず、困難を乗り越えていけるように我々の仲間を勇気づけてくれることを願おう。そして、一番大事なことは協力の大切さで。協力がなければ、生き残ることは不可能に近かったけど、これでやっぱわしも引退できそうぜ。君たちはこれまで直面したあらゆる障害を克服し、我々を豊かな未来へと導いてくれることじゃろう。ザ・ワンダリング・リレッティの早期アクセス期間中、このじじいいきなりめたいこと言い出した。君たちならきっと乗り越えていけると信じておるぞ。というわけで私たちとオンブの旅はここで一区切りだぜ。終わりは唐突に。まあ実際これ以上やれることはないしな。今後の世界の変容に期待しておくか。改めて記念碑を見ると異常だね。巨人がオンブをなでなでしているよ。いやそれは芸術でいう短美主義ってやつだろ。
音符の背中に気づいた村は、どんな災害にも耐えられる強固なものになった。音符と村人たちはこれからもお互いに協力して、この世界を生き延びていくだろう。もはやこの村に、私たちの指導は必要ないね。ああ、ここでの私たちの役目は終わった。また別の場所に行って、町やらコロニーやらを開発するか。バイバイ、音符。じゃあまた別のシリーズで会おうなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。